西岡明彦です。今日は楽しみな試合をお届けします。解説をお願いするのは福西崇史さんです。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。今日はサンフレッチェ広島が鹿島アントラーズと対戦します。本日のアウェーチームはどう見ますか？このチームはアウェーでは未だに黒星がありません。アウェーでは堅実ですがとても魅力的なプレーをしますね。アウェーで負けないということはシーズンの終わりには大きな財産になっているでしょう。福西さん、今日は両エースの意地が正面からぶつかる、まさにそんなゲームなんじゃないでしょうか？そうですね。タイプは違いますが、どちらも要注目の選手です。いいプレーに期待しています。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な4-5-1ですね。ボール奪取が鍵になります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。鹿島アントラーズは数々のタイトルを獲得しています。人は入れ替わっても代々勝負強いクラブですね。勝負に対する執念を感じます。いよいよ試合が始まります。サンフレッチェ広島ボールのキックオフです。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。水本博樹、中村敦隆、ボールを運びゴールに襲いかかります。フェリペ・シューバ、西大吾、このカットは大きい。しっかりと奪いました。森崎和幸、サンフレッチェが攻めに出ます。このパスはカットされました。さあ味方も連動して動いてくる。ここは中央の選手にクロス。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。水本博樹、柏吉文、スルーパスが味方に通る。中にクロスが入った。ここは押し出します。三輪大輝、サイドへ振る。鹿島アントラーズのスローイン。庄司源、レオシルバ、横へ展開をします。外へボールを散らしましたがそこでカットされています。土井翔馬、三沢健人、このパスはうまく金崎に渡った。リードを奪いたい。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。中に入れた。パンチング、真ん中にクロスを上げた。フェ
ェリペ・シューガ。広島の攻撃です。いいパスだ。キーパーの手の中へ。土井翔真。さあスタジアムのテンションが上がります。このパスはカットされます。佐々木翔、柏義文、スルーパスでしたが合わないか。ここはサンフレッチェのコーナーキックです。これは先ほどのプレーですね。いやー、ここはよく止めたシーンです。ボールはエリアへ。残念ながらゴールにはつながりません。どういったボールで来るのでしょうか。ボールを入れました。水本博樹、弾いた。レフェリーが試合を止めました。ハンドです。主審が近くで見ていましたから、これは仕方がないですね。ヘディングシュートが枠の外。無理に頭で狙う必要はなかったかもしれません。試合前の会見で監督はこの選手が好調を維持していることについてコメントしていました。はい、よく褒めていましたね。周りにも頼りにされています。素晴らしいロブです。ちょっと強すぎたか。西大吾、ニアポスト。ここはキーパーが簡単に抑えました。ヘッドを使います。スペースに、これはチャンスだ。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。シュートがディフェンダーに当たってゴールに入りました。ブロックに行った結果ではあるんですが、悔しいでしょうね。別の角度からご覧ください。ネイサン・バーンズ。前半終了です。スコアは1対0。リードは1点です。前半、この選手のプレーがよく効いていました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。鹿島アントラーズのリードで後半を迎えます。サイドへ振る。土井翔真、やりました。クリアすべきでしょう。
上田直道。山本シュート、いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを失いました。タックルが決まりましたがスローインです。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。西大吾、青山敏郎、森崎和幸、バーンズ、これはいいぞ。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。山本シュート、レアンドロ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。下がってボールをもらいます。金崎が突破を見せる。ミサオケント、林拓人が処理。レアンドロ、中村敦孝、ここはシュートチャンス。ボールを蹴り出したい。カシマントラーズのスローイン。ここでパトリックが入ります。アントラーズが攻める。しっかりついてクロスをブロック。カシマントラーズのスローインです。レオシルバ、サイドへのパス。土井翔真、レアンドロ、ここはディフェンスが対応します。カウンターのチャンス、仕留められるか。パトリック、フラッグが上がっています。オフサイドです。スタジアムのテンションが上がります。いいボールでしたがここはクリア。ボールがフリーになりました。パトリック、ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げられますよ。選手が交代します。疲労を考慮しての交代ということでしょうか。サポーターはホームチームに声援を送っています。サポーターが諦めていない以上はチームも諦められません。力を出してほしいですね。ここはインターセプト、しっかり予測していました。レオシルバ、鹿島の攻撃です。ここは中央の選手にクロス。ここはアントラーズのコーナーキックです。選手がピッチに入ります。
コーナーからエリア正次元。リーグ屈指の破壊力を誇る攻撃陣が2点リードを奪いました。このまま乗せてしまうとどんどんゴールを量産されてしまいます。何か対策を打たないといけませんよ。いやー、キャプテンが決めました。チームに勇気を与えるゴールになりましたね。別のアングルからご覧ください。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。宮吉拓実、三輪大輝、広島の攻撃です。伊藤幸俊、三沢健人、パトリック、審判の笛が鳴り、この瞬間ゲームが終了となりました。いやー、福西さん、難しい試合になるかと思いましたが、しっかりと決着がつきました。そうですね、試合運びは甲乙つけがたいですが、監督の手腕やベテランの力の差ですかね。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。見事な働きでした。決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。